はい、えー、それでは、あ時間になりましたので。ええー、相原広い先生の最終講義を、始めさせていただきたいと思います。私はの、お、司会を務めさせていただきます、あの、重力教室の横山と申します。どうぞ、よろしくお願いします。本日、あの、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。本来の学この腰がホール、あの、満員に、えー、と、あるところだと思うんですけれども。今回は、あの、新型コ、コロナウイルス感染症対策としまして。まあ、会場での、あの。 参加人数を絞っってと開催とということになっておりますそのりの場合、えー、<laughs> に,にあれでは最終講義にとうございた、えー、<laughs> し,しまして物理学専門の生校長えー、っと常日 <laughs> 先生から相原先生のお役役役の紹介をいただきたいと思います <laughs> 先生よろししくお願いします。 えただいまご紹介に預かりました、物理学専攻長の常之と申します。僭、え、越、ー、ではございますが、私の方から相原弘明先生のご略,ご略歴についてご紹介したいと思います。相、えー、原弘明先生は、1974年に麻布高校をご卒業後、東京大学に入学されました。理学部物理学科から大学院理学系研究科に進学され、米国,米国のスタンフォード国立線形加速器センターで、 そちらでの研究でののの理学学博士の学位を取得されましたその後本学の理学部助手米国ローレンス・バークレイ研究所物理部を経て1995年10月より東京大学大学院理学系研究科の助教授2003年4月から同教授として長年にわたり本学での研究教育に携わってこられました。原先生は 米国や日本での高エネルギー粒子加速器での素粒子実験のリーダーとしてご活躍されさらにスバル望遠鏡を用いた観測的宇宙論や j パーク加速器を用いたニュートリノ振動実験など広い領域での研究において数々の大きな成果を挙げてこられましたその中で KK での B ファクトリー実験における B 中間子系における c P 普遍性の破れの発見の業績により 第20回井上学術賞賞を受賞さされれていますららに2016年にに年年ははそかヨーロッパ物理学会の High Energy and Physics Prize を受賞されました理学系研究科では理学系研究課長理学部長さらには東京大学の理事副学長として。 東京大学の運営にも深く関わってこられました近年ではかぶり IPMU でありますとか量子イノベーション・イニシアティブ協議会でありますとかこういったのたくさんの大型プロジェクトの立ち上げ運営に関わっていらっしゃいます相原先生のご活躍は東京大学内にとどまらず日本の素粒子物理コミュニティの代表である高エネルギー委員長あるいは IUPAP 国際純粋応用物理学連合 こちらののスイレブンチェア、えー、さらにはセルンやフェルミラボなど世界中の研究所各国の学術諮問委員会の委員を務められるなど国際的にも傑出したリーダーとして知られています。えー、私自身は2002年に、えー、以降物理学教室でご一緒させていただきました、えーまあ、分野違いであの研究所の交流とかあるいはあのバトルがあったわけではございませんがえー まあ、原先生はあの私,にと私にとっては比較的年齢が近くて非常に頼りになる先輩として、えー、教室の運営はじめいろいろなことでご相談に乗っていただきました、まあ、一方であのいつものようにニコニコと笑いながらあの仕事を振られると断るに断れないというあの、まあ、不思議な魅力のある先輩でございました、えー、先生はあの4月以降も東京大学で理事をお務めになるというふうに伺っております 前原先生を頼りにしている方があまりにも多いので、まだまだお忙しい、大変お忙しいかと思いますけれども、物理学教室、それから東京大学、そして引いては日本の学術研究のために、ますますお元気でご活躍いただきますよう、心よりお祈り申し上げます。 それではどううもあの常先生ありがとうございますこの1年ずっと Zoom でしか話をしたことがないのであマスク <laughs>、えっと、こ,こういうのをやると久しぶりだなと思いますし大体先ほど言ったんですけど本部にずっといたものですから。 この前も理学部のご挨拶でも「初めまして」という最後のあの挨拶の時「にじめまして」とかまた教室でもまた「はめまして」って言わなきゃいけないかなとは思います。とういうことでございますがえあの、まあ、東大の場合っていうのはどこでもですかね65になるといわゆるマンデトリリタイアメントという話があって、えー、リタイアしますけれども。 65になるといいことがあるっていうのが今日ほあのアメリカの連中で話していて65だと優先的にワクチンが受けられる <laughs> その,次,の次が61ぐらいなんですけどね、まあ、日本でいつその順番が回ってくるのかちょっと分かんないんですけども、えー、年を取るのも悪くないといとう話がありました <laughs> それでですね今日,今日あのいろんな先生来ていただいてるんですけどもそれからあと YouTube で、えー、ご覧になっていただいてるのありがとうございます。 あのこの方がいいのは、えっと、YouTube なかったら YouTube なくてこのくらいガラガラだったら悲劇ですから、ね、<laughs> 悲劇っていうか結構問題なのでこれだとあの言い訳ができますから大丈夫です。はい、でお話としては第三世代のそれし理、まあ結局さあの最終講義であるものをやっぱり過去のことをちょっとえっていうか話す,話す方がいいのだろうと思いまして現在進行形未来の話をするとそれが完結しないのではないか。 という話になりますので、えーまあ、か過去の方にさかぼってという話になります。それでこの,あの第三世代というのは2つ意味がありましてですね今日のお話はアカデミックなパートとエンターテインメントに徹するパートを分けときましたので <laughs> ああ途中からもうエンターテインメントになりますからもうその辺はもう、えー、好きに聞いていただいて、まあ、前,前半もそうですけども、えー、とアカデミックパートの方はですね えっと、その第三世代っていうそれらしい世代があるんですけどもでこれ、まあ、宣伝になっちゃうっていうのもあるんですけどねの、えっと、この辺の書いた教科書でこの最近書いた、えっと、B メゾンシステムの。 こ,れあのこの両方とも結構いろいろミスがあるというか <laughs> ってって恥ずかしいミスがあるんですけど、まあ、そ,れはそれはお相手をということで,です、ね、見つけて直し自分で直してくれというような話があります。<laughs> あと一番こっちはですね、えっと、高校の、えっと、同級生と、まああのまあ、向こうもリタイアしたのでか事務次官辞めたのでじゃあ何か話そうっていうのでこういうのをやったんですけどね、まあ、これもよくいいのか悪いのかっていうか中身についてはですね 賛否両論あるかもしれませんけどとりあえず出してしまったというのがありますさてそれで,でエンターテインメントの方ですけどもこれはこのもう一つの第三世代ということで一応僕の頭の中では日本の高エネルギーの中で、えっと、私は、えー、三代目ということだと思っています第一世代それから今日来てい,あのいらっしゃる、まあ、僕藤井釜江犬ですけども、えっと、釜江先生は第二世代だと思うんですねそれで僕は第三世代。 から小芝県の方は小芝先生それから折戸先生とか戸塚先生とか第2世代、まあ、釜井先生と同じような世代で第3世代駒、まあ、宮先生も含めて駒宮それから浅井先生も含めてとりあえずその辺が近いので私,私の頭の中では第3世代でここの辺に並んでる人は同じ仲間かなと勝手に思っておりますがその辺のお話をします。これ日日経経でで出ししたた記事にしてたやつですけども、 そっちがエンターテイメントパートですからね。はい。それでまずは、えっと、アカデミックパートの方です。で、これはもうで数、えっと、今日どの辺のあのえっとレベルでレベルっていうかあの専門度で話すかっていうところで、えー、よく分かんなかったので、まあそこそこのところなんですけども、やもしかすると優しすぎるかもしれませんね。あのここは当然卒業生の先生。 人たちにはでで、すね。でえっ、ー、とまずですねこういうああのまあ、でも一通りストーリーとしては言わなきゃいけないので素粒子っていうのは今世代というのがありますで、世代123、えー、重い方からアアインシスレ、軽い方からですね、えー、重い方に向かって一2 3でまあ UD と CS と TB 今日のお話はあの。 のの方のお話だけですレプトンの方まで入れるととてもじゃないけど収集、えー、つかなくなると思ったので、えー、コークについいての3世代というお話をしますで、えっと、今はもうこの3つっていうのがかかっていてその3つっていうのがどういう意味があるかというお話をするんですけども、まあ、私が大学に入った時はまだですね、まあ、UD はもちろんこれは、えっと、プロトンとか。 要するに通常のの作っているものですがこれは分かったですだから CS、えー、チャームが発見された年くらいに、えっと、高校を卒業してんだよね確かねそう,そういうあれですけどね、まあ、S はなかったで B というのがそろそろあのだんだんあるってことは分かってましたけどもトップはなかったつまりトップは発見されてませんでしたそういう時期に、えー、大学に入って大学院でトップを発見してノーベル賞をもらおうと。 いうような勢いが当時川上 <laughs> 先生のところであったと思いますが、これそういうのに騙されてはいけないというのはよくわかりますけどね。あの全然簡単ではなかったですね。で、えあのこのスルースの質量にはここに書いてあるんですけども、非常に大きなバラエティがあります。軽いものから重い方でもう一度言いますけども、あの第一代が軽くてこれは通常の物質を作っているものです。それから C と S というチャームとストレンジとか呼ぶやつですけど、まあ二番目に重くて三番目に重い。 今となってはもう、えっと、トップ発見されてますので重くてでこれがめちゃくちゃ重かったという事実があります。で今年えっと、まあ,あの最近の説明の仕方だと、えっと、素粒子の質量っていうのはヒッグスとあのカップリングの大きさだというふうに。 浅井、まあ、先生がそうやって説明してる、まあ、それはそれで正しいなと <laughs> いう感じがしますけども、えーまあ、あのそれにしてもカプリングの大きさにしてもですねどうしてこんなに違いがあるのかっていうのは分かっていませんからトップが何で、えー、とこれからお話し,しますが非常に重くてこれについては、えー、とそんなに重いとも思っていませんでしたし、えー、めちゃめちゃ重い理由があるのかないのかというのはいまあ、未だに謎ということになります。 でもあまりゆっくりやってたですね。で、えっと二つお話しするんですけど、ディスカバリーオブトップコークというやつとディスカバリーオブシーピーバイラレーションっていうやつですね。インザビーメゾンシステムということです。まあこれ九千九百九十五年にえっとトップコークというのは発見されております。デ、え、ィーンの時には無理だったわけですけれども、その先で、えー、やっとですけれども、でこのお話をしむす,するので。 えっと、どうやって発見するかということですけれども、まあ、作ななきゃいけないわけけわですねあの重たいものなのでその辺にあるわけではないので、えー、無理やり作るそのために加速器というのを使ってエネルギーを使って、えー、あの粒子を作るわけです。でできたということを検出しなければいけない。そしてあと重要なのはあのパラメーターとしてですね粒子っていうのは質量。 あるわけでまあ、結局ニュートリノにもありましたけども、えー、その質量を測るというところまでいけば発見ということになります。でこの3つについてお話をするんですけれども昔はですねこうやってあの結局今回いろいろなの古いものの使い回しをすることにしたんでパワーポイントの前の時代でございますから。 トランスパレンシーというやつですよねあれ OHP にたくさん手書きで書いてでプロジェクターでやるという時代でそういうものはたくさんありましたお、まあ、コンファレンスに行くのに重いやつを持っていくわけですねプラスチックをね。でそれの残骸ですけど、えっと、そもそもその、まあ、ソリューションの場合に、まあ、ここからは、えっと、少し、えっと、ターミノロジーを使わせてもらいますけど、まあ、アイソスピン。 の中であの弱い相互作用のアイソスピンとしてウィークアイソスピンというのがあってプラスス分分ののマイナス1 2これがペアですね U とか d アップの方がプラス1/2でマイナス1ジでこういうふうになってるというのが分かっていたのでだんだん分かってきたので,で B というのはあるぞという実験結果があったので。 そうすするとここの相手ですよねマイナス2分の1の相手プラス2分の1があるはずであると思ってたわけです。でこれ L って書いてあるのは全部レフトハンディドレフトハンディドのものだけはダブレットを作るので,でこの辺は電子陽電子イプラスイ、えっと e e e、マイナスの実験でもってですね、えー、こういうウィックインタラクションの,その B, B コークっていうのはこの、まあ、これも専門、えー、フォトンと Z のこういうものが干渉すると核、えー、分布に違いが出るアセまというが出るわけですけどそういうものからここの量子数 B というのがどうも1 2分の1だということが分かるとそこまで分かってたので、えー、この辺はあの D 論の実験とかで,です、ねえー、や,あのやってたところなんですけどもそうするとトップがあるに違いないという話になってたわけです。 で弱い相互作用っていうのが結局一番私も、えっと、やってたの中では一番あのい弱い相互作用の、えー、研究っていうのは多いと思います。相互作用は弱い方がいいという弱い相互作用のが好きなんで強い相互作用あんまり好きじゃないんですけどもそういうポリシーがありましてですねで、やってたと。でここのクエスチョンマークのトップのところがあるんであれば見つけたいということになります。で 今はソリスセンターの人たちがやっているような LHC ラージハドロンコライダーはプロトンプロトンという陽子,子と陽子のコライダーですけれどもそこに行く前のステップとしてプロトンとアンタイプロトンですねアンタイプロトンというのは陽子,子の反粒子それを作って正面衝突させるという実験がありました。 これはなぜそういうことになっているかというとあるエネルギーまではですねこう書いてあるんですけども、まあ、1.8テブというこのくらいのエネルギーだとどういうもので粒子を作るかというとこういうある粒子と反粒子のアニヒレーションというやつですね消滅でもって作るというあのクロスセクションが大きいということが分かっていたので陽子と反陽子をぶつけて作ると。で今はもう 十分エネルギーが高いので、えー、現在の,その l s c ではグルオングルオンというやつですねあのコークをくっつけてる、えー、あのスピン1のボゾンですけどもそいつが衝突してこういうプロダクションプロセスがあるとの方が大きいということが分かっていたのでこれちょっとですね分かっていたので、えー、この時代 ままだエネルギーがそこでで高くない時代ですね1.8テ,ーブ,ルテーブルですから 0.9Pb のコライダーですけどもの時代はプロトンとアンタイプロトンをぶつける陽子と電子と陽電子をぶつけるみたいな感じでアンタイプロトンを作ったということになります。でこういう実験をするということがあってですねまあまあこの辺はあのだからあのカルロ・ルビアとかですね えー、サイモン・バンデア・メールってあるあのとか超有名人がそ,のなんそういうアイデアを出して強引に作っていくわけですが、まあ、その辺が当時非常に僕なんか魅力的だと思いましたけどね、えー、昔はやっぱりですね、えー、っとむちゃくちゃな人がたくさんいるわけですよむちゃくちゃな人がむちゃくちゃな実験をやって駄目だったら次に行っちゃうっていうスタイルです今なかなかそれがいかないわけですねむ,むちゃくちゃやって駄目だったらもう一生叩かれるという時代になってますので。 昔はそこまで戦われなかったので、失敗したら次次はいい,いいと。まあ、それでもこういうの、こういう実験を加速器を提案して実験を始めた。ということになります。まあ、これは、えっと、アメリカの実験になりますけどね。で、まあ、この辺はいいか。あの、結局と、粒子を作ったらば、こ、れが崩壊していきます。ウィークインタラクションで弱い相互作用で崩壊していきます。ちなみに、弱い相互作用というのはいいのは、唯一、あの、四つの相互作用の中で。 弱い相互作用だけが素粒子の種類を変えていく、えー。エレクトロマグネティック、ストロング、まあ重力もくっつけてるだくっつけるだけで物を変えるものではありません。だから弱い相互作用はきっとですよ。あの宇宙の進化とかに関係しているに違いないというまあ直感的にはね。そうあれがなかったらただくっついてるだけですからね。何も起こらない。というので弱い相互作用っていうのは面白い面白いわけですが。 まあえー、実際の実験をやったところはこのフェルミラのテバトロンというやつで、えー、こちらはメインインジェクターという用紙を、えー、一旦加速してで、えっと、この辺で汎用詞つくんですけどもそして、えっと、さらにあの正面衝突させるリンングテバトロンがありますでシ、えー、カゴから何も言ったと思いますけどもシカゴから行ってです、ね、ゲートでどこに行くんだったらハイライズに行くよって言えば通してくれると。 ということでこでれウィ,ルウィルソン・ホールっていうんですけどもこの辺やって、まあ、ここで随分実験をさせていただきました。で、えー、っとこれからまた次回いきなりますけども、まあ、今言ったように手羽太郎速石だしこの辺がまあ僕にとっては面白かったので要するにあのプロトン容子を作るのはいいですけど P バーあアンタイプロトンはどうやって作るんだとそれをどうやって衝突させるんだっていうところが非常にまあ魅力的だったわけです。で作り方としてはですね、まあ まず陽子をえー、っとあこれだあの原子核ターゲットに当ててそうするとこういうピーバーというのは出てきます半陽子ですねでこれはあの演習問題としてよくあるんですけどもえー、っとバリオンナンバーというのは保存するのでプロトンプロトンまあ一つが走っていて一つが止まってるんですけどもそうするとあの半プロトンを出すにはこういうピーピーピーバーにしなきゃいけないですね四つ粒子を出さなきゃいけないんですよ。よ これが、まあ、あの一番、えっと、簡単なプロセスでこのためにはエネルギーがどれだけ必要ですかっていう問題をですね高等、まあ、諮問等でも出させていただ,だ,いただきましたけれども、まあ、7倍の答えは、えー、相対論的量子学の簡単なやつですけれども7倍の、えっと、プロトンの質量と7ゼブぐらい。 の粒子がぶつかると1個でできますけども、ねまあ実際にはもっとああの高い 120Gb というものを単偶性に当ててたくさん粒子を作るとでもあのマイナスのものだけアンタイプロトンというのはマイナスの電荷を持ってますからそれだけ選んでくるとマイナスが出てくるんですけどもその後にバーッて出てくるのでそれを要するにレンズ系でですねフォーカスしなきゃいけない。 でこ,れがこれもまた面白いと思ったのはここにリチウムレンズというのをこれ誰の発明だったか、えっと、忘れちゃいましたけれども1センチぐらいのリチウムのえ管に電流を流すわけですよね大電流を流すそうすると、えっと、磁場ができてその磁場でもってえレンズ系を作るということになります。で、えっと、どのくらいの,その磁場の勾配があるかっていうのは、まあ、これはもうあ,のあれですけども1,000テスラパー。 ああ、メーターぐらいの、で、あの地場の勾配を作って、これによって、フォーカスさせるというのがあります。で、そういう、そ、その辺の、まあ、いろんなテクニカルな発明みたいなのがあって。さらに、この粒子をですね、こういう、えっと。作った粒子をうまく当てるためにはですね。モーメンタムを、その運動量を揃えて、それから小さいところに閉じ込めるということをしなければいけない。これ、ここから先の物理なんですけれども。これ作ったものは、運動量はバラバラですし。 えっと、揃ってないわけですねいろんな運動量の技混ざっているのでそれをちゃんと加速することはできません。そういうことでここでやるディバンチャーというこれもまたですね、えっと、あの解析力学なんかの,あの講義なんかで出るやつですけどリュービルの定理でですねフェイズスペースは保存するっていうのがありますのでこっち側がバンチの長さで横,横軸がバンチの長さで縦軸が運動量の分布だとすると この運動量を揃えようと思ったらバンチを長くしてで運動量の部分ですねこの方に揃えてやるとこのボリューム自身は保存しちゃうのでそういうのをするマシーンというのがありますこれがディバンチャーバ,ンチをバンチっていうのはこう、えーえー、っとくっつけるっていうやつですけどもまとめるっていうやつがディバンチなのでバラバラにするとモーメンタムの方は揃うと Z 方向にですねそうということで。 多分サイモン版では名だった人の、えっと、発明でそれでノーベル賞をもらってるんだと思うんですけど、えー、どうやってフェーズスペースを小さくするかそれはですねもちろんあの何もしなかったら保存しちゃうわけですから、えー、外力を与えるわけですよねだからフィードバックをかけるポジティブなフィードバック、まあ、ネガティブというべきからネガティブフィードバックをかけるわけで、えー、これサーキュラーマシーンですから一周、まあ、半周する前にここのところでですね どういう分布をしてるかっていうのをピックアップしてそれを抑えるような電波をここに戻してやればいいわけですね。粒子はこうやって反周しますけどもここの直線の距離を使って先に信号を伝えてフィードバックをするというようなことであります。しかもこの辺のこういう速いアンプとかですねいろんなあの要するに電気屋さんの世界なんですけどここがまたまあ えーえー、面白いわけですね我々にとっては。というようなことがあって、えー、と大体ですい1日で1日かけないと十分な汎用紙っていうのはたまらなかったんですけども3か1 0の11度が1日でリングの中、あのー、たまってそれを出して用紙とぶつけて実験をするというようなことでございます。こここんななななととととやっているる枚ぐらいあと大変なことになるな <laughs> みんなこういうことになっちゃうんだよねやめようもっと早くやろう <laughs> 3時間ぐらいかかったです、ねえー、とだからそ,そういうことにはならないで,で、えー、とディテクターとしてはですね、えー、こういうあのコライダーのディテクターっていうの衝突型実験のディテクターっていうのはなんかこれがあるだよねあ,のとありまして。 いいいっぱいに、まあ、大きな実験こういう型の実験験ででこうう型のすそれから、えっと、私が入っていた D0 っていうのはですねノンマグネティックディテクターでありましてこんなもうあのノンマグネティックの最後じゃないかと思うんですけど絶対マグネティックフィールドあった方がいいまあ右上のところはあるんですけどセントラルマグネティックフィールドのなかった時代でありましてリキッドアルゴンとウランのカロリーメーターというのがあります。 これも簡単にしウランっていうのはサンプリングカラルメーターといってあの電磁シャワーをウランによって起こすそしてそこのアイオニゼーションをリギッドアルゴンでサンプルして信号として取り出すということになります。でそこの信号が元の粒子のエネルギーに比例しているので、えー、エネルギーが剥がれると言いうやつで何でウランがいいかっていうといわゆるラディエーションレングスがウランっていうのは 3mm で。 でウランもこれはディプリーティド・ユレニアムといってウラン238というのはウランの,あの燃料の方百235であ,るありますのでそれの取ったカスですよねを使うカスがいっぱい d o i を持ってたので、まあ、それを使ったということになるかと思いますがそうすると,、えー、っとデンシティが要するに薄くて非常にいいカロリメーターができるということでありましたし当時コンペンセーションというあのコンセプトが流行っていて えっとエルマあのデエルマグの粒子とそれからハドロンの粒子が同じ信号を出すようにチューンするというまあカロリメーターのというそのテクノロジーの流行りがあったんですね。まあこれもね今となっては、えー、そんなことしなくてもよかったっていうのがわかるんですけども、やっぱりあの測定器もいろいろ流行りがあります。でそこに流れる傾向があるんですけども、まあ振り返ると。 もっっっと他の方法があったかなっていうのでもやってる時はよく分からなかったですねこれが一番いいと思ってましたけどね。で、えっと、ちなみに劣化ウランっていうのを見たことない人は大して面白いあの金属じゃありませんからディプリティド・ユレニアンってねこ,のあのこんな色してて鉛と違ってポロポロ剥がれていくので,でもちろんその弱い、えっと、放射性廃棄、まあ、物ですねアルファ線はあるのでもちろんあのクリーンルームできれいに。 やるわけですけどももそんなもんなで,した、ね、でまあこれが出来上がって、まあ、これでトップ5 5です、ね、で,でそういうものを作って、えー、あの衝突地点に持っていってエネルギーをを測測るる粒子の種類とということになりますでトップができたとするとどういう粒子が出るかっていうのがもう予想されますので電子とかミオンとかですねそれからニュートリノが出るのでニュートリノというのは、えっと、エネルギーを測れないからこれを、えー 我々の言葉でいうミッシングエナジーミッシング ET というやつですねハドロンコライダーの世界はこのミッシング ET をどれだけの精度で測るかっていうのは命みたいなところなのでそういうことをやってニュートリノが出てるぞというのがある。で他のところの粒子とのエネルギーも測ってで、まあ、そこからあの出,て出ているはずの粒子の質量っていうのを組むわけですけどももう発見時の まあ95年はです、ねえっと、D0 っていうのは僕の置いた方ですけどもこんな分布で、えっと、赤が,赤があのバックグラウンドで緑がまあね信号という感じで、えっと、トップのラス、ま、マ、あ、イ 199+30 ぐらいでしたけどね出したと。で隣にいる CDF というのはあれはマグネティックトラッキングがあってバーテックスディテクターとかあったので176で。 まあなんとなくこっちの方がいいんじゃないかという気はしましたが「いいんだいいんだこれでもうとにかく発見だ」と言ってですねやりましたけどねで、えー、っと95年で発表で,で結局は最終的に2011年までデータを取ってたのでそうするとこんなような分布がこういうふうにきれいになってですねでまあ 173GeB ぐらいだからやっぱり CDF にちょっと近かったのはしょうがないでもいいんだあディスカボリーは一緒だ。 と言い張ってましたけども、ねまあそういうことはよくある話でございます。というわけでただあのできた発見したんですけども173とかいうと金の原子と一緒ぐらいなので素粒子にしてはめちゃめちゃ重いわけですね。で、えっと、当時はそういうあのトップの重さとそれから W というあのスピン1の方のボゾンのマスということでこれを測るとあの理論からヒッグスマスがどの辺にあるか。 っていう予想ができるよということで、これがこちらを非常に使ってました。で、まあ今まあもういくつ分かって125なので、まあ確かにですね。えっとトップは重く,重くって、えっとあの W は8っていなので、この辺のところでええー、なったかなというふうになります。まあこの図が非常にポピュラーなもので、このためにトップを測ったんだとかいう話はしてましたね。で最近は最近はそれ以上何があるかというと、これはその えっとこれも私の同級生にある川合ひるとか京都で最終講義やってるかもしれないですけれどもえトップコークと今度はヒッグスヒッグスは LHC で発見されたやつですけどその質量の具合によってはえ真空つまり我々が住んでる世界がですね安定じゃないかもしれないとかいう途方もないことを言ったりするわけでございましてえ今純安定なところにいてメタステーブルっていうんですけども。 まあそんなとこいいるかもしれないこっちがトップのマスでこっちがヒグスですけどもいるよというような話をしたりします。ます、あ、そういう理論屋さんもいたりするので、まあ、そうするとなんか、えー、まああんまり安定でないのは居心地が悪いので、えー、新しい素粒子物理の理論なり何なりヒントがあるのかもしれないと思っていますが、まあ、まあ僕なんかがやってた時はあの えっと、今はもう本当にヒッグスが分かったのでヒッグスポテンシャルでこれもあの説明一,一切省くとここはもう決まってこうラムダっていうのが0.13とかねここが8 9ムですけどでこの中で重要なこのソリューションの,あの理論の中で出るくる 246GB というのがあります。要はここの,、えっと、そのヒッグスポテンシャルってゼロのところでミニマムになってなくてこの辺にいるもんだから。 あの対称性が破れるわけけですけどこの真空気体質というのは246でこれと175は結構近いので何か意味があるのではないかというようなことは随分思ってましたけどもまあえ言い方としてはその246っていうかこのヒッグスの質量とただのカップリングのが大きかっただけだよって言っちゃえばそれまでなんですけどね。これに何かもうちょっと深遠な あの理由があるのかなというふうに思ってましたこれはももう今も分かってません単にそういう値になっていますけどもでもこれはそ,それこそああ浅井先生か誰かがリタイアする時これが話すんでしょうねやっぱりこの,あのヒッグス発見されちゃったのでちょっと早く発見されすぎたと思うけどねもうちょっと後にすればいろんなことがね何ていうか。 要するにあんまり早く分かっちゃうとやることなくなったりするので <laughs> もう少しこうね、えっと、持たせておけばよかったと思いますがまあそれはそれは浅井さんの話はいいんだ。で,でこのトップがあってしかも重いトップがあったのでこの3という第三世代が完結するわけですけどもそれによって意味がまた出てきます。 でこれが、まあえっと、この LargeCPViolation というやつで、えー、ありまして、まあ、ここで三つもお話ししますけど重いトップ工具の規決ということがまずで重いトップ工具というのはひあの、えっと、重いものは軽いものはに、えー、崩壊していく必要がありますのであら大丈夫かなこっちが聞こえないあ大丈夫、ね、どうもこっちのピンマイクが嫌です、ね、まあまあいいやえっと これが173で,で B っていうのは50部ですので,で本当はこのファミリー、えっと、世代内ねファミリーとか言ったりする世代の中で、えー、トランジションを起こすつまり崩壊していくのがいいわけですよ、えー、ここは仲間ですからね。ところがトップの場合はか自分のトップから B の方に行くのはこれはこんなにマスがあってこっちは変われるのですぐ行っちゃうので10のマイナスの24乗がなんかであっという間にあの下に落ちちゃいます。 ですがこれはもうあの中間子も作らずにもう瞬時に B に行っちゃいますけども B コークの方も重いのでえっとどっかに行きたいわけですけどもこの通常の物質に行きたいわけですけどもまずトップには行けないこれはエネルギーで禁止されているので何が起こるかというとこの世代を超えて崩壊しなきゃいけない。で B はこの自分の世代から出て隣の世代に行くあるいはもう一個軽い方ですね。 U とか C っていうのはこれ点滑が保存するのでこういうプロセスでいきますけれどもそうするとそこのところは一般に禁止されてるわけです遠くに行くほどいきにくくなるということで隣にはえっとここ10のマイナス2の事乗って書いてあるのはまああのまあ計算するとアンプリチュードだと10のマイナス事情がかかってるんですけれども確率にするとそれ事乗するのでこれ事乗にしてあります。さららにに第第世世代から第1世代かこうと思うとと思の3乗で それを自乗するので、えー、もっと生きにくくなるということで、えっと、なかなか崩壊できない B はですねということは寿命が長いということとになりますで寿命が長いと言っても1ピコ秒10のマイナス12乗セカンドぐらいなんですけども、まあ、もちろんトップに比べればもう全然長いんですがこのくらいだとですね、えっと、実際にはあのこれを加速するって動いてますので、えー、これもあれですよね相対論の効果によって寿命は伸びる。 ななので測れるようになりますなのでこのくらいになると十分長いので B っていうのがどのくらい生きたかどのくらい走ったかというのが測れるようになります。かつですねこの B コークの下側ですね B コークの崩壊過程というのはこの世代間の情報をピックアップしてくるわけですね。そこに意味があるということになります。ですで重いので B のライフが長いという結果が出ると。 いうことが一つそれから、まあ、こっちの方はさらにあの、えっと、<laughs> あの実は難しいんですけども、えっと、あのこれは自分で勉強してもよく分かんないかもしれないんだけどあのこの振動というやつでただ振動は量子力学をやっている人はあのもう二順位系の,あの振動というのは常に最初から出てくるので、えー、これは物理屋さんにとっては本来は分かりやすい話です。で B 中間子っていうのはあの B コークと他の粒子の結合状態これは強い証拠さえでかくついてるんですけどもこれとそれから、えっと、反 B 中間子というのは、えー、B 中あの素粒子には必ず反粒子というのは存在するので、えー、こっち側ですねここに B バーとか書いてあるのは反 B ということですからこっちは B っていうのは B ですけどもこっちの左と右がですね 量子要するに中間子と半中間子粒子,と、まあ半えー、粒子と半粒子が量子的に振動する二重意形の振動と同じですそういう現象が起こります。で振動の周波数っていうのはこ,れであのここにトップコークというのが入るので計算すると。 トップ国の事情に比例するだから重いほどこの振動が起こるということです。ここれは軽かったらら振動が起こないということで、えー、とトップコークの質量が大きかったので非常に大きかったので B 中間子というのはこれ振動するだけじゃなくて実はですね、えー、と勝手に離型して崩壊してっちゃうので崩壊する前に振動してくれないと意味がないんですけども、えー、さっき言ったようにトップは重いので寿命もある程度長くてそれなりに長くて。 振動の,の周波数も多か大きかったので、B 中間子が振動する前あじゃない崩壊する前に振動することができるということわかりました。まあこれも歴史的には逆でこっちの振動の発見があ先だったので、えー、どうもトップコアクはその当時ですねえっ、ー、と50ジェムとかまあ希望的観測から要するに加速器を作ってあの発見される程度にあと30とか思ってたんだけども。 で実際にはこういう現象からですか、ね、らそんな軽くないと50とか100とかもっとずっと上じゃないかなってことまでは分かってたんですが、まあ、え実験屋としては理論やそういったところでどうせあの理論の,その計算の精度だっていうところにねどれだけの信頼度があるかどうか分かんないからそれはね軽いかもしれないじゃないって言ってたんですけど実は全然考えてた期待してたよりも重かったということがあります。 そういうことが起こります。そのために非常に時間がかかったということになりますね。まあここはちょっとあのこの振動のことをこのまあコサインで書いてあるんですけれども、こういう形で振動します。で、このライフタイムとそして、えー、ここであの次とステップがあるんですけれども、じゃあ世代が三つあると何が起こるんだというお話になります。で、世代が三つあるとまずはこの CP 対称性が破れるというのが ありますまあ、コークがあのせ世界でですね世代が3つあるとこれ CP っていうのもこれも物理でも、えー、しょっちゅう出てきますが、えーまあ、相対論的粒子い企画をやるとチャージ・コンジュゲーションっていうやつが C これは簡単でプラスとマイナスを変えるというやつです簡単というのはあんまり、あえー、ちゃんとやる時は難しいですけどもコンセプトとしては簡単でプラスとマイナスをひっくり返すパリティは右手の形と左手系が変わるというやつです、まあ、座標空間座標ですね ひっくり返すので、えー、と右手系から左手形に移りますこういうやつは連続的にはできなくて一気に変えるというディスクリートシンメトリーでありまして回転とか空って少しずつ近づくというのは連続ですけれどもこれはもう一気に変えるしかない。でこれ起こるとこれあのなんかのえっとこれ PRL かなんかの解説の時にずっ、えーえー、と図を作ってくれたやつですけれどもまあ ここに今、えっと、u d c s t b っていうペアがあるんですけど、えっと、こちら側が、まあ、変換をする前です u d c s t b で、えっと、チャージコンジュゲーションをすると、まあ、あの符号が変わるのでこれを上にこうやってバーって書くんですけどねで P っていうのは鏡に映すということなので、まあ、イメージとしてはこういう世界に行くということです。で全ての素粒子にはそれぞれ反粒子がある全ての粒子には反粒子があるということがあります。 でまずこれはあのさっきの、えっと、レビューの時でまあでも簡単あの難しいことじゃありません C とか P とかいうのはあの物理の学生さんだと電波磁場から電あのこれはえチャージデンシティとかですからあのこれはカレントベクトルとかねいうやつで、まあ、やってみりゃいいわけですけどもえ電波に例えばですねチャージコンジュゲーションって符号がかるんだからマイナスっと まあ電波そもそもベク普通のベクトルですからこれ座標を変換したらあのマイナスになりますよねだけど CP やるといいところがまああの磁場の場合は、えー、チャージコンジューゲーションをやると符号が変えるので電流の向きが変わるんだから磁場もひっくり返るただし空間反転では変わらないなぜかというと、えー、あの磁場っていうのはあのアクシャルベクターですよねだから変わらないわけで。 えー、F 変わらないつまり B= イコール、えー、ローテーションの A ですからだからこのこのナブラと A がベクトルなので、まあ、これ講義みたいになっちゃうんだけど時々それやってん <laughs> これもあの問題です、えー、というような、まあ、簡単な話でありますけれども、えー、こういうふうにして変換されますで。で実際に粒子はどうなるかというとこっち側ですけれどもここもですねスキップしますがこれが結構面倒くさいのは。 えっと、ちゃんとやろうとするとディラックスピノルというのが出てきてそれにこのチャインコンジュゲーションとかパリティというのをちゃんと定義してやると結構混乱する。なぜかっていうとディラックスピノルというのはあのレフトハンディドの,のエレクトロンとライトハンディドのポジトロンが一緒に入っているわけですよね。ここのところがですね、えーまあ、やってみるとあの混乱の元になってこの年になるのが時々間違えるんですけど。 あのまあ、これも東北大学の、えっと、日笠さんというのが僕、まあ、同じソリューの同僚ですけれども彼,の彼なんかあのノートを見てちゃんと書いてあってやりますが、えっと、ディラックスピノラは難しい今一度あのや,ってみや,やってというかやってる人と思いますがここにディスクリートシミュレーシをきちっとやってトランスフォーメーションするのは難しいですがまあ あの現実の世界の粒子の方で考えれば、えー、左巻きのですねレフトハンディド粒子には必ずレフトハンディドとライトハンディドがあるわけですからレフトハンディドのチャージコンジ根ーショは単にマイナスが変わってポジションにエレクトロンだったらポジションになるだけでパリティーになるとレフトとライトが変わると。だから E のレフトっていうのは、えっと、ER のプラスになってで下も同じです。 でレフトとライトを,を足すと元のエレクトロンになるのでそうするとちゃんと元へ戻ってくるというような感じになります。これをディラックスピロードの,の形で書くとこういう形になるのでなかなかですねこれはあの、えっと、ちゃんとああの式を追おうとすると難しいことが起こるということがあって時々恥をかいたりするわけですね。まあいいいいやそそこはは、えーまあ、CP とうううのはそういうものなんですが それをやると何が起こるかっていうとその弱い相互作用っていうのはこ W ボゾンっていうのと効果がカップルするというやつです。で1世代しかない場合2世代しかない場合3世代しかない場合ってこうやってだんだん書いていくわけですが一般にこの W というボゾンがですねまずはどういう効果を見るかっていうそのこれも物理の言葉で言うと規定の問題になりますけれどもその状態と。 ハミルトニアンの固有状態つまり質量の固有状態では変わっててよろしいということになりますこれ大一次第とあんま関係ないんですけどだんだんこの辺からですね、えー、相互作用の固有状態と質量の固有状態は変わっててもいいということからズレがだんだん出てくるとで、ここも一気に行って三3 ×三になりますとですね、えー、こういう小林マスカー行列というようなものを書いて一般に書いてこちらの質量の こういうで書くということになりますでから、えー、それを使って CP というのをこれをこのラグランジアン、まあ、これラグランジアンデンシティなんですけどもに CP オペレーションというさっきの,あのこの時はディラックスピノルのあれでやんなきゃいけないのでちゃんとやるとこれほとんど一緒でこっち側とこれがエルミートジョーの方ですけども。あのえーあの コンジュゲートですけれどもほ,ほとんど一緒でで CP やってやるとほとんど一緒になってどこだけ違うかというとこの V っていうのにスターがなっている複素共役というのになっているだけがにに書き下すことができますなのでこの V が V がですよ異相複素位相を持ってなければこれはもう全く一緒なわけですねところが一般に V は複素数であっているし本当に あの消せない物理的意味のある位相があるとでこれはあのもう数学で n×n、えー、の,のユニタリー行列の,その物理的に意味のある位相の数うというのがこれで書けるのでこれ1世代しかなかったらゼロ2世代でもゼロと3世代でやっと1でも1だけもし4世代あったらですねこれ3になるので複数位相が3つあったりするわけですけども。 まあそうなってないことがよくて、まあ、3世代しかないということも他の実験からも分かっていて、まあ、レップの実験とかですね分かっていて3で1個急がれるのでさっきのがが個複素数があるそうすると、えー、要はラグランジアの物理の方程式 CP をや変換をすると元に戻らないので破るということになります。というやつをですねこれもまあさっさとやらないとやばいことになりますね。 えー、検そういう予想があるので検証するで位相なのでもう、まあ、簡単にしますけど位相はどうやってその物理の場合検証するかってそれは干渉実験ですよこれは素粒子であろうとなかろうと、えー、干渉させるわけですねそうすると複素質は取り出せる。で干渉するってことはイーシャルステートが同じでファイナルステート同じだけどパスが複数あるという状態を作り出せばいいのでここで初めてですね B っていう B 反,反中間子だってで、あのー、振動するので。 違うパスを通って同じファイナルステートに行くということができるようになります。この振動がないと別に B が F になって B バーが F になっても干渉してないので位相を取り出せないわけですけれども振動してくれいので位相を取り出すということができます、まあ、これは三田さんという,もう私も三田先生とも一緒にやってて昨日がなんから三田先生 IPM のレビューなんから何かに。 プログラムオフィサーとして来てましたけどね仲良いお付き合いになりますがあまあちなみにこういうのも昔話としてはディ、えっと、ロントってすぐぐらいの、えっと、皆さんもあの若い人あ最近の若い人じゃないけどモリヨンドっていうのにモリヨンコンファレンスで行くっていうのは最初の国際デビューなわけですこの高エネルギーの場合は。そこに行ったらサンダさんがいてで「お前こういうのがあるぞ」とかなんとかやって。 で僕も BE の、えっと、ウィークインタラクションのアセンベートーとかやってたのでそれ,それから少し盛り上がってですねできんのかなとかいうようなことをやってたわけがあります。であとはまあこれ辺はあの、えー、実際にはですね確率が非常に小さいので大量に、えー、イベント要するにサンプルを作んなきゃいけない統計を上げないと、えー、こういうものを持って、えー、見えないということとそれから、まあ、1.5ピコセカンドぐらいの寿命があるんですけども実際に ディテクター測定器の中であのこれを観測するには加速してやってでいわゆるローレンツブースとして寿命を延ばしてやる必要があります。まあ、そ,ういうそのために加速器を使ううということになります、まあ、これもいいな加速器だい,たいあの丸いやつは磁石で曲げてこれは随分簡単なのでしたんで加速グードで加速すると実際にはこれは、えー、とリングが2つ必要で、えー、照明衝突しますさせますけどね。 でえー、っとこれもですねちゃんとやろうとするとまた時間がかかるので <laughs> これはも,もう50分話してるんだけどあと50分話したらはひだと思うので、えー、やめますけれども、えーまあ、実際にはあの、えっと、ちょうど B 項目、えっと、B 中間子と半 B 中間しが出るようにエネルギーを合わせて。 かつ重心系をブーストしてやるという重心系が実験室で動いているようにしてそれぞれの粒子を飛ばしてやるわけですねそうすると寿命の,の中で、えー、とこの βγ、まあ、というブーストファクターの後に微中間子が崩壊していくんですけどそういうのが測れるようになりますどういうふうにして飛んでどんだけ飛んでどうやってえっ、ー、と 他の粒子になったかというの測れるようになります。で、粒子と半粒子のところの、えー、と違いというのをこれで見るというアイデアですね。これを実験をすると。で、かつここだけはちょこれはちょっと難しいんだけども言っといた言っとこと思って <laughs> というのは、えー、この実験ではエンタングルのステートというのを使います。これあの B 中間子とか半 B 中間子というのはスピンゼロで。 でそこから出てくるので、えー、坊主統計に従う。で、えっと、軌道核運動量の方が1ですので、えっと、こちら側も、えっと、符号が粒子と反粒子を入れ替えた時に、えっと、あの符号が変わるようにこういう状態でどっちかがですよどっちかが崩壊するまで壊れるまではこのエンタングルドステイトになってるわけですね。 だから壊れた瞬間にこれは消えるわけですけども壊れた時にはこの状態を見るとこれが B0 であったとすると相手は必ず B0 バーになってる B0B0 っていう混合するんですけどそういうことはありえないというのをこういうのをまあ使うと,ということで、えー、あのエンタングルメントとかいうと、えー、聞いた時にあこれ普通に使ってるじゃんとか思ったわけですが<笑><笑>、えー、そういうふうにう。 思っってはいいけななかったかたもしれないで高エネルギーの世界では日常的にそれを起こっているのであまり驚か,驚かないっていうかそれが量子力学でしょみたいな感じでしたけどね。で、えーっとまあ、ここで出てくるのが、まあ、実際にはその測定器のコアの部分で半導体センサーを使った粒子検出器これが重要でこれ,、えーっとまあ、これ横山先生で出てきますけども最初のやつとか半年ぐらいで半年も持たなかったかもしれないですけども。 たたたななかかっっ、まあ、結構作ったんですよ僕が作ったわけじゃないですよ学生さんは作ったんだけど、ね、私は作れというだけですけどそれで、えっと、これからこれがちょっと前にその、まあ、ある意味第二世代というとでちょっと大きいんですけどもこれができたということでここでもあのここにいらっしゃる人たちの顔が出てきますが、えーまあ、たくさん作ったってね。 で今は今あの実はコうネルのを受で実験やってますけどもこれはベル2といって次の世代の,あの、まあ、半導体検出器ですけどこれはでっかいこれはでっかい式複雑で、えー、よくできたかなと思いますもう小野木さん女教の小野木さんとかまああれですよね樋口さんもいるとかで、えっと、こ,こ,ここにいるイタリア人は昔はあの競争相手だったんだけども今こっち来て一緒にやってるというねもう。 えー、昔の何敵は今の味方だから友、ね、とかもうあのでういう世界では、えー、それはしょっちゅうありますけどもね、えー、でこれが今走っています実験装置として使われている。でこう作っとくのは大変で,で、まあ、ここから先はちょっとあれですけどもその、えっと、最初にこういうこの CP が破れてるんだというのをまず2000年の頃にい これスタンフォードのものと連中と競争したのでとにかく早く出したいということで,でこれは2000年の時に、えっと、まだ確定してないんですけれどもまだ若かりし頃にです、ね、発表した時でございます。まあ、要するに、えっと、粒子と反粒子の違いがあるということは、まあ、これ簡単にはあのここまで言っちゃいけないんですけれども今世の中に反粒子がないってこと粒子と反粒子対象非対象なので。 CP バイオレーションにその理由があるだろうというふうに説明するので消えた反粒子というのはさっきの CP がの対称性が破れているということですけれどもそれに謎に迫るというやつで当時これはあの橘さんがですねうちの研究室に来て意味もなくこうやってテレビ会議の出てますけれどもまあ別にそれはよかったというふう田島さんとですね えーえー、そういうのをや解析をしてる場面とか来てくれましたけどもで、えー、っと答えとしてはこれでこれがですね B 中間式の CP 表存の発見これどこがその答えなんだってこれがこれが保存してるんであれば青と赤が一致してますよっていうグラフを作っているので、えー、これは2001年でこれはディスカバリーペーパーとして、えー、31ミリオンのから3,000 3,100万イベントあってこれで、えーまあ、こ,のこの違いの、まあ、数値的なパラメーターですけども当時 0.99+0.15 大体いい発見の時にはさっきのトップもそうなんですけども、まあ、大きく出るわけですよこれはニュートリノなんかもそうなんじゃないかと思うんだけどもみんな,なんか大きく出て。 そこで発見って言ってでしばらくデータを取っていくとだん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 んか小さい方に行ったりするんですよね。これは別にわざとやってるわけじゃないんだけどその傾向はあるなと長く見てるとありますね。で、えっとまあ、これが2001年でこれでもう破れてるってことが確定したんですけどもこの実験はですね2011、えっと、年までついたかなだから11年間ぐらいデータ取りつこれは最後の結果で。 えー、これはミリオンまでたまってで、えーまあ精度ですけども最初相対誤差で15%だったのが、まあ、4%ぐらいになったとで今やってるその実験ではこれを1%ぐらいまでにしたいなとそうすると、えー、見えてないものは見えてくるんじゃないかということでやってます。まあ、だんだん大変になるわけですけどこうやってあのデ,データをためていくとですねいろんな誤差の えー、コントロールしなきゃいけないので、だから PhD の人たちもこれはここから先は大変ですよ。やっぱりあの精度の良いプレッジョンメジャーメントっていうのはあのやらなくてすぐならやらない方がいいなっていうのがあります。<laughs> 発見だけして次行っちゃうっていうのは一番いいんだけど、まあそうもいかない。ででまあルーツとしてはですね、えっとそのだからえっと PhD 取った後にまあサンダーさんなんかと話して。 でえっと、ここだけ僕のま前ですまあまあ血気盛んな頃にですねあの高野研の加速器の人たちを抱きつけて、えっとまあ、あのアキュメレーターリングっていうのがあったんですけどもそこでビーチ入管の実験をし,したいというプロポーズを書いたわけですね88年ですからまあ、えっと、助手人すぐしてもらって4年か。 立った時に出したんですけどもこれは見事に蹴られて見事にっていうのはまあ,まあ無謀だったところもありますけどもその時なんか何でこれをリジェクトするんだという <laughs> 手紙をですね委員長に書いたというその頃むちゃくちゃやってたのでそしたらでもそうしたらこのロイス・ウィッターという人はまあこのこの業界のエリート中のエリートですけどね まあ、スーパー SSC のディレクターになったんだけど、まあ、そこでこけたんだけどそれまでエリート中のエリートの人はちゃんと返事をくれてこれ CDF のスポークスマンだとやってた時ででまああのよく考えなさいと <laughs> いう感じで、えー、そのこのままではさっき言ってた CP というのを本当にクリアチャンススタディ CP フェクトがないので、えー、もっとよく考えなさいみたいなことを言ってくれましたけどね。 ただ僕はここで結構あの、リサポイントをしたので、またアメリカに戻ってトップ航空の方をやりに行ったんですけども。で、あれが終わってから、またこっちに戻ってきたというようなことがあります。まあ、結構いろんな、その。人のところに平気で行ってたなと思いますね。で、ただ技術、そういうところの技術力がなかったので。ただ思いだけで行ってたので、当然リジェクト今となってはですよ。私がこっち側の、あの。 サイドに行っても、リジェクトしたろうなと思います。やっぱりちょっと無理だったろうなと。まあ、でも、その時は、そういうふうに思わないので、構わないと。いうことになります。さて、えっ、ー、と、これでですね、大丈夫です。あとはエンターテイメントにすればもう、あの。三十、三十分はかからないと思うので。あれを、あれをち、ちゃんとやっちゃうと。エンターテイメントの時間がめにっちゃうんだけど。で、このエンターテイメントの時は、さっき言った。 これがポイントでございますね、えー、東京大学中心とした加速器実験研究者のけ、だ小島先生ニュートリノでもちろん有名ですけどももともとは加速器のあれで、まあ、それの測定器をまあさらに、えっと、ニュートリノニュートリノじゃないんだなプロトンディケというものに使おうとしてそしたら当たったのが当たったって言うと怒られるかもしれないけどニュートリノの方で結果が出たというまあ紆余曲折が皆さんあるわけでございますよ。でここにいらっしゃるんですね。 え釜江先生も右よ曲折があったと思うんですけどもまずそのこっちの藤井釜井犬の系列の方が私でございますそれでどういうことになっているかといとまずはですね藤井釜井犬の藤井先生藤井忠夫先生というのがいらっしゃってですね、まあ、ここのところが僕にとっての第一世代の高エネルギー物理学者だと思います藤井先生は、えっと、まあアメリカで PhD 取られるわけですけどもスタンフォードにまず行って。 まあ、だからこんなんねあのフォードのクーペを購入なんてしちゃうわけだから、まあ、何なのっていう話もありますけど学生ですからね1952年船で行ったそうですけどねあのサンフランシスコの要するに、えー、ゴールデン・ゲート・ブリッジの下を通って行くという飛行機じゃない時ですそれからシカゴに行かれてシカゴで PhD、e、を取られますでこここれが藤井先生で隣のハーブ・アンダーソンっていう人これはあの日本に来られた時に 1979年だと思いますけれども国際関係の時来られていて、えっと、僕その時にいたのでなんかあだからその時はね、えっと、M1 か,か M1 で何か知らないけど連れ日本料理人なんか連れてこれて、えー、食えとかとにかくこれ食えとか言ってそこにいたのは隣にいたのは確かハーバーンだっかもしかするとヨーロッパの人だったかもしれないけどまあそういう感じであったことあります。で でこれはシカゴはですねだから藤井先生はどういう三代目かというとフェルミ・ハーブ・アンダーソンなんですねシカゴというのはフェルミが作ったのであのこのこういうコエネリの部分ですねでそれのすぐのお弟子さんとしてハーブ・アンダーソンという人がいてでそこで藤、え、井、ー、先生はだからここでどうだかを D 論を取ってるんだと思います。とととか、e、とかパイオンがあーエレクトロイするようなことをやったのその 測定だと思います、ね、でこれは第一世代。でえっとこれは何でかってあそうかそうかだから学生最初79年に、えっとまあ、あのバークレーに <laughs>、えー、あの送られたわけですけれども、まあ、これはバークレーヒルズからですバークレーっていうのは悪いところじゃなくてですねこれバークレーの丘から見るとこれはゴールデン・ゲート・ブリッジあってこちらサンフランシスコで。 でここがビルディング50という LBL の物理の部分があってこの辺に実際オフィスずっと持ってたあもらってたんですけどもまあ,あのこういうとこですであるいはサンクフランシスコベイで環境は全然いいローレス・バークレーラボとか UC バークレーはやっぱり非常にいいし天気もいいしまあいいです。でまあそこで、えー、行った時の、まあ、夜も明るいんですよねだからね。 は夜が暗かったんで、まあ、ここでまず1個出ていくんですけどもこれ第二世代として私にとっては第二世代の高エネルギー物理学者で、まあ、釜井先生ですよねあの頃79でバークレー来てた時で早野先生早野さんはトライアンフで実験やってたのに時々バークレー来たんですけども早野さんそれからあの気候調まだ原型を。 原型というのはだからこれが原型で今もうほとんど原型とどめてないと思うのでさっきもテレビで会ってたけどもだけどまあまあねこ,こんな感じでしたよ。もともと暗いんだけど今も暗いよね。だけどまあまあそんな感じで,でも2人で行ってずっとで彼はだからあの PhD 取った頃ずっと KK で僕はこあの途絶えましたけどね、まあ、こんな感じでしたよねビルディングフフィティの部屋。そそれからその当時 えー、あこっちはまあ余興でこれはなんか高校の, <laughs> あの同窓会行ったらなんかバチにこんなもん貼ってあったらとりあえずごとなでまあ多分高校の時の写真なんでしょう、まあ、まあ髪の毛はたくさんあるわけよね。<laughs> でまあこれはあの、えっと、まだね,、えっと、そうですね79年で始めたバックレー時代で,であの当時ガイガーモードサンプリングカロリーメーターっていうのをまあ作ってた。 外側モードサンプリングカロリーメーターっていうのはサンプリングのところが同じで,でこれ機体で、えっと、そのプロポーショナルモードじゃなくて外側モードでオペレートするというあのワイヤーチェンバーです。ですある意味デジタルカロリーメーターのさ、えー、一番最初みたいなですかね12というセルをの数を数えていくこういうのを作っていくそれで、えっと、こっちはあこれは学生時代でこっちはあのその後に行った女子の頃で行って。 の後ででったやつですこれはさっき言ってた D0 でこれもカロリーメーターをやってたんで、えー、その時のメンバーですけども、えー、これもその当時から今朝ちょっと <laughs> さんこのナタリー色、ナタリー色、今やディビジョンディレクター何のやつだっだ、九 9, 9年やったとかいっ,っけ9年やってるとか言ってさっき話してたまあまあ立派なねあのなってますよね本当にナタリーと一緒に。 あの草花話してるト,、えっと、トニーですよこ,れ、まあ、この辺が一緒になってやってたんだよね <laughs> 非常に仲が良かったと思いますけども、まあ、それであこれはディーゼルの、まあ、ほとんどがね、えっと、LBL のバクレのやり方は物理が二23人プラスエンジニアテクニシャンっていうチームを作るのでものすごいサポートがあるんですよ。 でまあ、ここから先はまたちょっとこれは2000年これは先ほどの釜江先生が2000年の時に昔は65じゃなかったんですよね60だったと思いますので、えっと、ご体感の記念パーティーをやっれた時の、まあ、秘書の人たちと、えっと、2000年その時には、えっと、あの藤井先生と同じ世代の西川哲二先生っていがいらっしゃってまあ西川県藤井県釜江県っていう感じなんだと思うんですけど えっと小円寺県の2代目の所長さんじゃないかなですよね、まあ、西川先生ずっと長くやられた第第一世代第二世代代二といいうういうううこ感じでございますそれからまあ結構影響をその受けたなと思うのは小芝県の方の第二世代のこれは戸塚先生でこれ2004年なんかどっかの学会一緒に行った時ですけどもその当時もう2004年なので。 えっと、B の,その CP のディスカバリーというのは2001年だったので戸塚派に呼ばれてですねもう B は終わったろうとか何とかやってそれであのニュートリノの方をやれよとものすごく強く言われてそれと、まあ、それは T2K ですね。で今日はそっちの話はもうし,しませんけどあまあ、まあ、きっとニュートリノも CP 破れてるんですけど、まあそれに行、えー、くような話それから、えっと、その次っていうのもその時からもう考えていてハイパー K 今始まりましたけども。 その当時はですね、えっと、その浜松浜ほどの20インチの高いと1本20万円ぐらいかなまあそれを安くしろというので新しい光センサーを開発せいっていうような話があってですねそこでまあちょっとアバランシフォトダイオードを入れて、えっというような話をしたんですけども結局まあこれはこれで結構大変でやっぱりあのいろんな問題あるんですけど そのハイボルテージは使わなきゃいけなかったんで、えー、これで、えー、やったわけじゃなくて、えー、っと今はもともとの神岡の,そのフォトチューブが性能がいつの間にか倍になるというこれは驚きなんですけれどもそういうものを使ってハイパーケアをやろうとしてますただ一つ言い訳はですねこの頃からはまことは電子軌道アナリシスというのを非常にやって要するに あの広いフォトカスド面から電子がどうやって飛んでいくかっていうシミュレーションをこのために非常にやったんですよね。それが僕は今の <laughs> 今使っているあのもの性能向上になったのではないかと勝手に思っているということでございますね。昔はそういう計算機とか使ってなかったですね。やっぱり管でやってたっていうのがあったけど、今はもうそのコンピュータシミュレーションとかで。 浜本ちゃんんとデザインしてますもんねはいそれからですね、まあ、これはまあもう時,時系列はぐちゃぐちゃになっちゃうんですけどもフェルミラボはやっぱりあのずっといたので、えっと、その後もあのなんだ、えっと、あそこはあの全部アスペンで夏なんか集まってやるっていうのがあってしょっちゅう行きましたけどピアオドネというクラブあの LBL からさらに、えー、とバックレからフェルミラムのディレクター行った人ですけどもこれも釜江先生のプリンストンでの後輩もうみんなつながってるんですけどね、えー、ずっと一緒にいて、まあ、ピア今引退してナパバレーにあのビニヤのワインのあれを持って、えー、いますけどそこでできたワインとかいうのも持ってきてくれてあのバックレイが集まった時には飲んだりします。それから ヤンキー勤務これも知ってる人はかなりいると思います、まあ、彼女も、えっとえー、日本で経験で実験やっててでバクレでポスドックをやってっていうような感じですそれから隣にいるのが、えー、ファビオラでございますよファビオラジョノッティもまだねこの方は若いですよね本当にね、えー、今やセルンの大ディレクターでございますがファビオラとかまあいて、まあ他にも、えー、みんな知ってる人たちがいるわけですけども。 えー、まあ結構これはこれで楽しかったですねいろいろ集まって話をするということで,、まあ、将来経験ですよねそれからヤンキーのさらにヤンキーの仲良しクラブというかヤンキーのもういろんな人お友達になっちゃうのでこれはヤンキーの実家あですよあのテグで会議があった時ヤンキーが実家に人を招いてみんなで行った時です。 これはロルフがいたりこれワーグナーかながいたりこれはスタンボージースキーっていうスタンフォードの先生ですけどねみんな呼んで何食べたかよく知りませんけどもヤンキーのお父さんとかいてそういう時がありましたね。それからこれがまあお友達の次のバージョンでございますね。 駒宮先生とそれからチャンキー,いや、まあ、チャンキーと呼ぶんですまあ要するにコリアンマフィアってやつですよニューヨークにいるコリアンマフィアと日本のマフィアね <laughs> これは仲いいわけマフィア同士って意外と仲よくなんだよねもう大変なもんですよチャンキーなんか歩いたらみんな避けると思うけどねだけどでも今やあのニューヨークのストーニーブルックのユニバーシティープロフェッサーでございます。 まああの推薦書を私書きましたけれども <laughs> 立派なあ,のあれでまあ駒あ宮さんもチャンキーもえっとスタンフォードにいたので僕バーグリーなのでしょっちゅう向こうにいてなんか変なやつが駒宮の隣にいつもいるなと思ったのがチャンキーでありまして、まあ、あの辺のウエストコースの塊の中で育ってきたような感じはあります。 それからこれはもうちょっと随分年が過ぎて19年ですけれどもこれは釜石さんにしたベラルートとそれからポール・グラニスというのはディーゼルの、えっと、リーダーの一人リーダー性をとってたんでポールはもともとずっとやってましたけれども、まあ、私の中はボスになるわけですけれどもこれは何かというとですね APS の,の「レビューズ・オブ・モダン・フィジクス」の高エネルギーのエディターというのをポールが「やれ」って言ってきたのでじゃあしょうがやるって言って行った時の集まりであります。 ベラがやって、ポールが引き受けて、グラニスさんが先生が引き受けて、で、私が今やっているということになります。ベラリュートはまだ、あの、スタンフォードに、まあ、引退されましたけどね、いて。ポールグラニスはストーリーブルックですけど、あの、チャンキーのとこですけど。引退したのかどうか、し、ぎ、まあ、もしかすると、一応してるのかもしれませんけど、今、いまだに。いろいろやっていらっしゃいます。 さて、まああの、だんだんこっちの方はあれになりますがそれかジョナハン・ドルファンという人がいてこれ,はです、ね、これも,もうこういうことになるとは全く思わなかったんだけども2001年の頃はスタンフォードの相手方の大ボスですよ、まあ、ジョナサンさんってもうとっても怖い人だったと思うんだけどもいつの間にかですね、まあ、いろんな意味でお友達になってなんとオイストの初代のえ学長になってくるという。 えことが起こったわけですね何な,なんだよそれっていう感じでしたけどもまあ大人にも行ってで,でジョナサンと話したら、えっと、東大と大人で,大でっていう協定を結ぼうということになりましてこれ,これ僕は確かそうだね理学部長の時だったのでじゃあ理学部が出て,て,てそれで話をしてでジョナサンがここに来た時でありますねだから浜田先生、えー、があの前のこの上先生の前のね総長、えっと、の時で。 でジョナサンが来たわけですね。えこれは駒宮さんとか私,私の世代の人たちはジョナサン・ドルファンというのはとってもスタンフォードの,、まあ、あの先生としては近寄りがたいわけだったんですけれども <laughs> こういう形で、えー、っと一緒だと、まあ、まあ向こうも思ってなかったかもしれないけどまあいうことが起こりましたね。それから、えー とあと,そのと非常にいろんな意味で関わらせていただいたのが、えー、この IPMU です昔最初はスタートした時はかぶりっていう名前は付いてなかったんですけども、えー、3年後ぐらいかなかぶりファウンデーションの,の、えー、と寄付を受けることになってかぶり IPMU というのつく名前を書いてもちろん最初から2007年の時に村山さんと それから、まあ、私と鈴木陽一郎先生というあの宇宙船犬のねこの3人ぐらいから少しずつ、えー、案を練ってたんですけども、まあ、村山さんの本当にあの本当貢献は非常に大きいです今も今は実はいろんなあの政府のあれにも借り出されてかわいそうなんだけどやってますがでここの大野先生というのがですね柏に行ったら分かると思いますが IPMU の建物のデザイナーですね。 あれを作っあの尾野先生にお願いしてデザインしてもらった。これはあの当時はみこれはちょっと民主党政権の時代のえっと写真だと思うんですが中川文科大臣だと思います。これからこの辺はあの理事の松本先生で、えー、同級生だけど事務次官になったんじゃないかとなんつったかな忘れちゃったけどまあそういう人たちが来て、えー、時の写真です。でこれはさもっと最近でございますけれどもまああそこ IPM a いろんな人来るのでまあ これはあの船田源さんというあの政治家もしょっちゅう来ますしそれから畑めぐみさんねまあ奥さんですよね。でえっとその時の写真でありまして今は大栗先生が機構長でこれも非常によかったなと思います大栗あの村山大栗というトランジションは本当にうまくいったなと僕は思ってるんですけどもえまあ春山先生から佐々木先生というねあの人もいてここにはまあ高田さんあの えー、コスモロジーの方を少しや,やったとや,やらせたいただいたのですけども、サイエンスはね、もう高田さんに頼る以外に何もできなくて、高田さんは本当にお世話になりました高田先生ですけど、ね、高田先生も最初から IPM に関わって、えー、いらっしゃいましたね。松村さんは CMB かなあのそうですよね。CMB のあのディ,、えー、っとディテクターを見,見せてもらって。 それともう一個のプロジェクトなんですけどこれは今日はあれですけど高橋忠幸さ,さんはですねえー、っと狛江犬の私が助手を辞めた後の、えっとの助手で高橋さんがその次の助手だったと思いますけど、まあ、もちろん、えっと、同じ釜江犬ですで。これはあの、えっと 今は常田さんの天文大長ですけどその時 j ク x a の理事をやっていてそれから、えっと、こうさや先生っていうのはこれ慶応病院の脳外科の先生ですけども、まあ、要するにガンマ線を使って、えーまあ、小動物のがん、えっと、をトレースするというようなディテクターをこれもそのガンマ線ディテクターだから、えっと、コンプトン。 産卵のマルティコンプトのこれ釜井先生が最初に始めたやつだと思うんですけどやっとやっとですねこれ何年経っての30年ぐらい経って本当に医療用に使えるようになってきてでこれの,その拠点を IPMU 立ち上げてで今高橋さんはスタートアップも始めてますよねだからその時の記念の写真でまあ訳あって私がここにいますけどもえと高橋さんのグループで今非常にうまくいってます。 でさらにですねこれはあのかぶり IPMU というのは夜行って今は分かんないんですけどねそのライトアップしてたししてんのかな今最近行ってないか分かんないんだけどあそこの屋上ライトアップすするんですよでよこういういろんなバラエティのあの虹色になったりしてえちなみにこれは風ずいわけじゃなくてここでスクリーンをやってあの屋上でねえっと 研究会をすると外からの人がそれ見えるだろうっていうようなアイデアでこれ,つこれ僕の間で作ったんですけども風が強くて一度も使われず <laughs> これはね全くある意味無駄なんだけどまあそのくらいはいいじゃんっていう話なんだけどねほんと依存をつかれなかったあそこで座ってなんてとてもじゃないけどできないけどやれたらいいなと思ってこちら階段状になってるんですけどね。 1>, 1回だけビアパーティーやったと思うんだけどもでこの照明デザイナーこの照明には照明デザイナーの石井あかりさんという人にお願いしたんですよね石井あかりさんは、えっとこ,の石まあ、これもいろいろあって石井石郎先生というの法学部出身の、まあ、東大のまあい,いろんな意味で有名人でございます副学長もやられたし、まあ、法学部長もやられてて。 でえっと、上野に印象亭っというのがあるんですが、まあ、印象亭のオーナーなんですけど、ね、石井先生それで、えっと、10年間ぐらいかな、まあ、あの先生が元気なあ、まあ、最近ちょっとあれので元気な間10年間ぐらい、えー、2月11日「梅見の会」というのをやってたんですね。でお隣が石井素子先生という照明デザイナーで時々テレビに出,出てこられてます。で娘さんがあかりさんんがかりと言って、えー 結局照明デザイナーでパリ在住とこの時パリから帰ってきたんだと思うんだけどで、まあ、私は何で言うかなんかこの会のね、えっと、事務局みたいな、ね、手紙を作るやるとかそういうのこの,このメンバーの中で一番分かったんだよねなのでそういうのを10年間ぐらいやってたのである時石井さんに素、えっと、子先生の方にお願いすると。 とても高いので娘と子先生はねえっとあれですよ東京タワーの照明とかあのやられた方なのでそんな迂かつにお願いするととんでもないお金になるということはわからないわす、まあ、そういうグループがずーっとあって、まあ、この辺には結構、まあそのえっと、知ってる人は知ってる名前あの顔があるんですけど中村石先生とかも一緒にいてね。 でちょっとだけこれ以外、えっとまあ、IPMU が始まったときに、まあ、私個人的にはです、ね、このスバルダークエナジーサーベルこれをやるために IPMU を,を,を,をやったということはあるんですけども個人的にはですよそれだけのためじゃない,ない,ないとはいえこれがやりたかったんですけどもハイパー・スプリム・カム・プロジェクトこれは須藤さん それからあの宮崎さんというとってこれもまた神奈川県出身なんですけども須藤さんが宮崎さんと合わせてくれてでえ大きなですねカメラを作るとでこれはマウナキアの山頂でございますスバル。でえっと要するにカメラを作るわけです。基本的に私カメラとか作る,作るって買うのも好きなんですけど別に写真撮るの何の興味もないんだけどもカメラは好きというのでこれは非常にですね あのいいなと思ったわけですよで要するにこの「スバルっていうのは主焦点というのがありましてスバル8メートルで,で1 6ルのところに最初の焦点があるんですねそこで見るとフィこれを持ってるの,この,あの8メー8ル級ではスバルだけなんですけれどもフィールド、ね・オブ・ビューね視野がでっかい。でそこに巨大な CCD カメラギガピクセルクラスのカメラを作るということをあのその宮崎さんと でこれは、まあ、ある意味面白かったですねあの本当に、まあ、もちろんこういうでっかいレンズとか宇都宮でえキャノン工場でこうなんかすごいあの磨くのがあるんですけど1枚ものなのでい1個高い <laughs> すごい高いのでえお,お金は相当いろんなことをやりましたけども、えー、面白かったこれをその作ったのは面白くてでサイエンスはさっきの高田さんと,あとここにいるエド・ターナーさん でこれもプリンストンもまあ10ミリオンぐらいをコントリビュートして入ってきたので、えっと、その時でエド・ターナーさんとはあのサイエンスではいろいろお世話になったんですけどエドさんってなんかネズンの飲み屋さんがいもう今ちょっとあれですけどもあの来られてこういうか金魚とかいうねな飲み物があるんですよくわかんないんですけどねそういうとこ行って,行ってましたねエドさん日本すごい好きで。 まあその時の写真ですね。これネズですよ。今はどうなってんでしょうね。であとはあの2015年はまああのえっと浜田先生まあ2014年からかな浜田先生から呼ばれてこれやれっていうような話でまあその時の写真です。あのこの20えっと15年これが3最3月で最後でで4月からが小野政権ですけどもでまああの前田先生というですね。 えー、もう本当にアドミニストレーションの天才みたいな人がいるわけですけど前田先生がの印象はもう本当にねい,、まあ、いろんなことを教わりましたけどもからまあ結構面白かった面白かったっていう意味は浜田先生とか長谷川先生この長谷川先生これあれですよ駒、えっと、宮先生の同級生で、ね、学,学大付属で、えー、とか、まあ、でやってました。えー、っとこういう時代があってあそうだよ。 その時のその時の早朝補佐に浅井先生がまだなんか可愛い顔してるんだよねこれね,ね <laughs> 自分でもそう思うんじゃないの本当にでえええ江川理事がいてで岡部さんっていうのも早朝補佐で僕のところあの補佐やっていただいてまえっと4月から政権の所長まあ浅井さんはあいさプのもうあれですけどねみん,なみんなどんどん偉くなっていくということになります。 それからまあもう一つはこの「理学部分野横断型仲良しクラブ」と言ってますけどまあこんな感じの集まりっていうかねえっとグループがあってこれはあの法人化直後の頃ですけれどもまあえっと理学部と文学部はほっときゃなくなると言われてた時代があります。その時に福田,この福田先生ね生物福田先生とか星野福田え山之内私ぐらいでそれはいかんのではないか。 というようよな4人の組4人組みたいなのができていてその後と武田さんとか、ね、それからもちろん五野上先生も入ってきて、えー、まあこの辺仲良しクラブですよ本当に何かあると、えっと、相談をして助けてもらったということがあります、まあで研究課長になった人もあれですけどもその、まあ、こういうよ横のつながりは結構良かったかなといろんな意味でですね、まあ、大学の。 運営みたいになると自分のところだけじゃなかなかできないものがいっぱいあるので,でもまあまあまあます星野先生なんかにもいろいろね今でも助けてもらいますけどもちろん五ノ上先生もですよ。でえー、っとこれはもう,もうすぐですね。で Google これは今度五ノ上先生とそれから今度の4月からの総長の藤井先生ね、えー、実はあの高校の後輩10年ぐらい下なんで後輩っつってもね なんだけど一応後輩なんでえっとこれは一緒に Google に行って本社と Google X とか行ったときですねでありますなのでまあ三角連携は今後もあの Google なで今度 g o o g の役員がと今度理事で来ますけれどもそういうようなこともあって産学連携はより強化されるでしょうねと思っています。 でも産学連携を私がやんなきゃいけないのでそこは問題なんですけども、まあ、あと、えっと、ここから先あまりあの名前出しませんけども研究室のスナップショットでございますこれ2004年、えー、ということで、えー、あの今日いらっしゃってる人たちが、えー、あの学生だったり、まあ、田中さんはもう学生じゃないんだなきっと、えー、2004年から、ね、とかねとかいらっしゃいますし次これも大体同時期かもしれませんね。 まだ草加氏が若いからね <laughs>。あそういうそれで大体見るしかない,いで、これはもうちょっと経ってからのグループでございます。まああのお名前は <laughs> 後でテーブルにあくのでえっと名前忘れちゃったような感じなので <laughs>、それはバレないよ一個ではあれですけどもからえあこれはだから横山先生がこうやって写ってる時だ。 はい、これはもう随分最近で,、えっとそうですね、最近の何かの集まりの時の写真それから今日はデ,デ,デニスエピファノフですけどデニスも随分長い間で一緒にやってもらって、えっと、今日お話しできなかった第三世代のもう一つタウレプトンっていうのがあってこれを最近はこっちの方の解析とかを、まあ、デニスに 教えててもららいいいながらやってたというう正しいでしでょうね私がやったというよりは、えー、デジスと学生作やってるところでた,だたまたま私が行ったみたいな感じなんですけれどもそういうふうにして長くやっていただいておりましたこれは貫さんで「ベル2」はもうほとんど小貫さんにやってもらっているとあこれはだから、えー、と何いわゆる還暦の時でございますねこれはあそこの医学部のところでありましてあはいというわけでえっ、ー、とこういう、まあう ええし失礼ながらこういう形でですねこれ横山先生が作ってくれたんですけども、えっと、こちら上京から田島先生岩崎先生角野さんも実際来てると角野さんと小貫さんとからスタッフメンバーさとあと、えーだまあ、ある意味研究室第一世代の学生さんからずっとこういうふうに並んでいます。まあ、皆さん それななりに生きてるなという感じですよねよ要するに何らかの形で生きていけばいいのであってですねそれしかどうせやってないのであのど,どういう人なっていうわけですよ別にが学者になろうとなるまいと、えー、そうなのはどうでもいいことでありまして、えー、と自分で生きていければいいというのがそもそも研究室の方針だったんですよねそこがちょっとまあ僕はあれだったかなと思います。 でこれが最後ですで要するにあこれで、まあ、こ結,構結局使っちゃったんですね、えっと、これ何で見せたかっていうイメージオブハイエネジーフィリクス私にとっての高エネルギーっていうのはだこういう感じだったわけですねつまりこういう書いてあるのはフェルミラブの,のファンディングディレクターのウィルソンっていう人がこれ DOE の,、えっと DO e、の,あのジャーマンタウンというとオフィスでとでっかい写真が貼ってありますけどもね、うん、DOE のところにオフィス行くと。 要はこれフェルミラモのグラウンドブレーキかなんかだけどもこのイメージですよねまあないものは作るで実際にこの人なんかけんあの建物の設計なんか全部自分でやっちゃってでもちろん結構その問題があるわけですけども最初はいいあとで直せばいいっていう感じなんですよね。荒っぽいんですが、まあむ これがもう高エネルギー、僕が持っていた高エネルギーイメージでこういう感じになりたいなとでもできなかったかもしれないできないんですけどもそういうふうにするサイエンスだったらいいのではないかと要はあの作りたいものを作って測りたいものを測りゃいいじゃんという感じでやれた時代がここはあったわけです今なかなかそうは言いませんけどもそのために入ってきたということでありますね。というわけで、えー ええ、すみませんやっぱり時間使いましたね中谷田お世話になりましたどうもありがとうございました,たまありがとうございました恐れていた通りれ恐れていた通り面白い面白いけれどもまああのせっかくなので愛情をご質問あれば、ね、僕だけは違うぞと思ったらやっぱり同じです <laughs> ストといい

ある会議を主催した時に、セナエンビラボで、アメリカでルビアさんっていうのはものすごく話す4倍ぐらいのトランスパーレンスを持ってきたんですでもだからルビアだけはもう酔わないでおこうと思って息子さんが同じグループでお父さんと一緒にやってるんですで息子だったら大丈夫だろうと思って私がチェアして読んだら。 お父さんと同じで2割ぐらいに網原さんはそれよりは少し <laughs> 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 だけど確かにあの私も感じるのは、えー、っとやっぱり臨年みたいに戻ってきますよね私は学生時代クリスンソンに行って c p バレーションを派遣したグループで,で私の先生がノベル賞を取られたんですがそれが巡り巡ってまた。<laughs>

えっと、えっと、相原県の大世代の卒業生で、えっと、北見小山さんと、小学校卒業生です。で、えっと、今回の、えっと、最終合意を、えっと、皆さんま行政の卒業生、関係者にお知らせしたいと、ぜひ先生にお傘からお返ししたいと。 困りまして、その中で、ね、われちょっと苦しいコロナの関係でできることを考えまして、先生に贈、ね、り物をしたと、えーえーとま、いと思いま、ね、す。<laughs>

<laughs> 各の先生です。

<laughs> これはリーデルのワイングラスペアで、えっと、えっと、字を入れられたので、えっと、東京大学定年退職記念2021年3月、相原研究室一同と明日のところにあり,ありがとうございます。 何、はい、か言わなきゃいけないの <laughs> と,とにかくありがとうございます。あのえその学生さんたちのい,、まあ、いろんなスタイルがあるんですけども私はあんまりこのなんていうか、えー、っとさっきも言ったように強い相互作用しないタイプだったので,でこれなぜかというと、ね、バークレーに行った時のバークレーの先生たちって結構みんな秀才は多いんだけど冷たかったんだよね。まあ、釜先生はも、ね、もっと違うけどもなので アメリカンスタイルはそれでいいのかなと思ってたので帰ってきてもあれですけどもでも要するに一人一人がちゃんとできないと駄目だっていう原則があったのでまあ、えー、どの方もちゃんと育っていただいたかなと思っております、まあ、みんな一とりごとにしちゃうんですけどね。えー、ということであの本当にお世話になりましたどうも、えー、いろいろなあのものもいただきまして、えー、それからあの。 ハカルティの,その物理教室の先生たちにも、えー、ここ何年間か本当に教室会議も行かなくて、ね、申し訳なかったんですけど、まあ、その代わり後の神さんが戻ってきますからね <laughs> まあ頑張ってくださいっていうのもありますから、えっと、あとは事務、えー、の方たちにも本当にお世話になりいがとうございました。